どうも、フェノールの中井良一です。今回はナポレターナのトークということで、前回に引き続き、まあ、今後も郷土色豊かなナポリにちなんで、僕のわしの、ふるさと山口弁で喋っていこうと思います。今回歌ったのはね、チョーフィー作曲の5月の夜中曲じゃったんですけど、この曲はね、あのナポレターナの中では本当にスタンダード、ナポリはもちろん、もう僕ミラノでもこういう曲歌いよったんじゃけど、レストランでよくお客さんも知っちょったし、うん、イタリア、それから、うんうん、世界レベルでよく知られたナポレターナの曲じゃと思います。でもね、日本に例えば来日してきてくれたテノール歌手の人とかが真っ先にやる曲じゃないかもしれんですね。どうしてもね、あの日本の皆さんこれなら知っちょるじゃろう。あ、そうか、彼らは山口弁じゃないね。彼らは普通に、うん、標準語でいいのか。日本の皆さんこれならご存知でしょうって持ってくる曲を先にやってくれるけ、まあ、真っ先に聴ける曲じゃないかもしれんけど、でもね、日本人の、まあ、テノール歌手はどうなのかな、でも歌う人はもちろんおっちゃってだけど、日本のねテノール歌手よりもね、カンツォーネを主にやられる方とかの方がもしかしたら、うん、ようご存知の曲かもしれんですね、愛称かというか。ほいで、この曲に限らずね、ナポレターナ、まあそれこそナポレターナに限らず、カンツォーネ、それからまあスペインの曲とかもそうかな、ラテン系ね、イタリア、スペイン、フランスぐらいまで行ってもいいかな、あの辺の国のね、こういう歌っていうのは、まあ大体男が歌う曲はあのめめしい別れた恋人のことを思って、嘆く歌が多いんじゃけどね、この曲なんかまさにそのステレオタイプないかにもな感じのね内容で、あの歌の動画の方にね、いつも字幕を載せてるので、よかったら見ちゃってください。で、そういう詩の世界で、で音楽もね、やっぱり特にこの曲はね、やっぱり拳が効いてね、あの独特のこう歌い回しがね、ナポリって感じが僕はするんよね。まあ、他にはね、語りとかね、彼女に告げてよとか、まあカエレソレントとかもそうかな、途中でこう音が長く、ね、止まって、音がバーッと伸びてでまたーって始まるみたいな、なんかこう気を持たせるみたいなのが何回も続いてね、もう歌う方も聞く方もあーってなるような感じが、なにわ節というか、うんうん、どうか日本人の自分にも流れちゃうじゃないかって思わせるような血を感じますね、うんうん、で、まあ、ギターとも合うんですよね、この曲は特にね。それこそあの古賀政男の古賀メロディーとか、船村徹とかね、あの日本の本当演歌とか、あっちの、うんうん、分野にすごいわしゃ似ちょるような気がしてね大好きなんですよね、大好きだよね。ちょっとこう土臭いというか、いい意味で洗練されちょらん感じが、本当に男臭いっていうかね、不器用な、めめしい男の気持ちを歌うナポレターナの、神髄の曲かなっちゅうて、わしは思います。はい。ほいで、全然こっからは音楽と関係ないけ、ちょっと申し訳ないな思うんじゃけど、この服、このタイミングでですね、わしの、観光大使を務めさせてもろうちょる、地元の平尾町、山口県平尾町から、またポロシャツが届きまして、これともう一着、二色、色違いが来まして、で、そろそろもう半袖寒いな、今日もう12月、10月も20日過ぎちょるんじゃけど、そろそろカーディガンでも着ようかな、いうタイミングで、半袖のが2着届いたけ、まあ、せっかくじゃけ、ナポレターナの時はこの演じのやつにして、で次回のそう3種類ル
3つのローテーションで世界の歌回しちゃって、イタリアの標準語、ナポリ方言のナポレターナで、次回が それ以外の方言とか世界のスペインとかの歌っていうくくりなんだけど、その時3つ目の時には、次回はまたグレーの来ます。これかわいいじゃん。イメージキャラクターっていうんかね、チャオって書いてあるけど、うんうん、ちゃんとイタリアの平尾用のマスコットというかね、うん、なかなか手が根性ってええじゃろ、わしの平尾町は。でこういうのも送られてきてて、関連グッズっていうかね、この地図がやっぱりね、イタリアに似て、ナポリがちょうどこの辺になるんかね、うん、位置としてはね、うんうん、シチリア島とかがね、ほんとよう似ちょるなと改めて思うんだけど、これなかなかいいセンスというかおしゃれまた名古屋でね、なんか活躍する時があったらどうか持ってコンサートで持っていこうかなとか工夫してみようと思いますけど、はい、平野の皆さん観光大使だけど何も今コロナでできませんが、頑張こういう動画でちょっと名前出して頑張ってみようと思ってますって感じで、ちょっとテンションの高い、出来事があったのでご紹介してみました。はい、皆さんもふるさとを大切に、また郷土色豊かなナポリの歌をこれからもお届けしたいと思います。では、次の動画でまたお会いしましょう。あ、ぶっ寒い。